ユーフォニアの講師渡辺裕也先生にお話を伺いたいと思います。渡辺先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では渡辺先生がユーフォニアムを始めたきっかけを教えてください。はい、始めたきっかけは自分が中学生の時に吹奏楽部に入ったのがきっかけで、ユーフォになった楽器決めの時に顧問先生から、あなたはユーフォニアムがいいよっていう感じで、ユーフォニアムになりました。はい、ユーフォニアムの魅力を教えてください。はい、ユーフォニアムやはり優しい音色が出るのがやっぱすごく特徴魅力的で、それはこの出る楽器を癒しの音と思っている、癒しの楽器というふうに呼んでいる。ぜひ、ね、この魅力が伝わるといいなと思います。はい、ありがとうございます。では次に、渡辺先生の生徒様はどのような方が通っていらっしゃいますか？小学生から大人の方60代くらいまで幅広く、通われています。はい、渡辺先生が思い出に残っている曲は何ですか？曲、そうですね、吹奏楽だと高校3年生の時に、演奏したパパニーニバリエーションという曲が思い出になっていますね。あともう一曲、吹奏楽ではないですけど、ソロコンの時に自分が中学2年生の時に初めてこう自分でこの曲やりたいっていうふうに、選んだのがバラ作曲のイントロダクション&ダンスっていう曲が思い出に残ってますね。ありがとうございます。それでは最後に、これからユーフォニアムを始められる方に一言お願いいたします。はい、ユーフォニアムは他の楽器に比べて比較的音は出しやすい楽器かなと思ってます。なのでぜひ一緒に、ユーフォニアムを楽しんでいけたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ではこれからよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。